アイカチャンネル。はい、おはようございます。今朝の6時前なんですけれども、ファーストキャブにね、一泊してみた感想は、結構ね、やっぱり早朝の便で出る方が多いので、朝早くの時間からというか、夜中もなんですけど、ずっと物音はしています。なので、そういうのが気にならない方だったらいいと思うんですけど、翌日に備えてぐっすり寝たいという人には向いてないかなと思います。私はあんまり逆に寝ずに、あえて次の日飛行機の中で寝れるようにと思ってたので、そういう意味では正解だったかなと思います。で、お風呂も大浴場あったんですけど、大浴場というか、ちょっと大きめのお風呂はあったんですが、シャワーブースもあったので、私はそちらだけ利用しました。で、洗面台のところで一応スキンケアですね、メイク落としだったりとか、簡単な化粧水とかそういうものは揃っています。で、シャンプーとかは一応アメニティというかあって、大きいボトルのやつなんですけど、全部資生堂で統一されていました。なので、そこまでメーカーにこだわらない方だったら備え付けのものを使ってもいいんじゃないかなと思います。というわけで、初めてなんですけども羽田のファーストキャビン使ってみました。はい、出国手続き終わりました。免税店ね、そんなに行きから買うものもないので、今通ってラウンジの方に行ってます。で、今ね、まだ6時半だけど結構人もいるし、お店も普通に開いてますね。朝6時半からちょっとエルメスで買うものないから、寝せてる人大変ですね、こんな朝早くから。シャネルは7時からみたいです。ちょっとね、ラウンジの方に行ってきたいと思います。はい、ラウンジ行きました。めちゃくちゃ広くて全然人いないです。で、ご飯ね、こんな感じ、和食取りました。明太子と卵と焼き魚と、ご飯ですね。これね、具が沈んでるけど豚汁です。あと、なんかエビの生春巻きがあったので、生春巻きとサラダとウインナー、飲み物も種類多かったんですが、トマトジュースにしてみました。こんな感じ、めっちゃ料理とかあってすっごい広いです。5階なんですけど、何か所かラウンジあって、これが外が見えるところ、一番端っこのところになります。ちょっとお天気悪いんですが、風とかはなさそうです。はい、じゃあ早速食べていきたいと思います。いただきます。トマトジュース美味しい。明太子めっちゃ大きい。整備で遅れるということで、やっと時間が出たんですけど、12時10分発で機内に行けるのが11時50分ということだったんですけども、飛んでくれたら OK なんで待ちたいと思います。やっと登場です。よかった、もう乗れたらいいんですよね。やっと機内に乗り込みます。お席はこんな感じです。よいしょ、こんな感じ、結構広いですね。ここの通路から入ってくるようになって、こっちから向こうが隣の席です。足元はこんな感じ、結構浮いてます。ここがフルフラップになって足が伸ばせるようになって、とりあえず楽なスリッパに履き替えました。で、靴べらね、ちゃんと一緒に入ってました。クッションカバーかと思ってたらアメニティでした。エトロです。シックでいいですね。
っと中見たいと思います。シャンパンいただきました。ちょっと妹とね、乾杯。無事飛んでよかったね。飲みやすい、ちょっと危険。メニューです。シャンパンからワインまでずらっと並んでいます。お酒好きな人はね、これ楽しいと思いますよ。それ以外にもウイスキーとかカクテルですね、ビール、それからソフトドリンクも揃っています。これがメインの料理ですね。和食のメニューと洋食のメニューが入っています。これがメインのお料理とは別でオーダーできるお料理になっています。ただいまドアが閉まりました。 Ladies and gentlemen, the door is now closed. なくです。客室乗務員はドアモードをオートマティックに変更し、そこ確認してください。ちなみに搭乗が遅れたのは電気系統に不具合があって、それの交換をしたらしいんですけど、それに伴うソフトウェアのアップデートの関係で時間がかかっていたみたいなので、特にねフライトに重大な影響を及ぼす感じではなさそうですね。でホテルの、ね、ピックアップと待ち合わせしてたんですけど、なかなか出会えなくてようやく出発です。 iPad の電池が切れてたそうです。今ね5時、現地時間の17時なんですけど、まだ明るいですね。すごいすごいグイグイな感じで。はい、じゃあねホテルの方に行きたいと思います。今高速走ってホテルに向かってます。
然凱旋門のところに来たんだけど、これね、おーすごい、ゆっくり撮りたいんだけどね、割かしね、あの運転が、カラーもかっこいいみたいな感じで、すごいなんか道なき道を行ってる感じで、すごい安全運転で行ってねって言いたくなってる。ぶつかる。車もバイクも自転車もラインのない幅の太い道路の中に混在してる。すごいよくぶつからずにここまで来れたなって思います。もうね、皆さん脳内で流れる曲はあれ一曲ですよ、ね、多分みんな同じのが浮かぶと思うんですけど、シャンゼリゼ通り来ました、イエーイ、ね、大渋滞。もうね、ほら横からねこう突っ込んできてる、こうパッパーみたいな感じでどんどん入ってきて、ちょっと2車線4車線ぐらいありますね。すごい。はい、じゃあね、恒例のルームツアー行きたいと思います。スーベリアルームを予約してたんですけど、デラックスルームにグレードアップしたよということで、いいお部屋をね押さえてくれてたので見ていきたいと思います。入るとここ普通にトイレね、ここがミニバーとかがあって、こんな感じ、例のコーヒーマシーン、それからカップとかいろいろ一式揃ってます。エビアもねガブ飲みできますよ。セーフティーボックス、ここにガウンが置いてあります。紙袋がすごい可愛いの、このロゴのタイポグラフィーがすごい可愛いですね。ミラー、飛行機の中の楽な格好のまんまなのでこんな感じです。で、お部屋をね案内してくれたスタッフの人がすっごいなんかこう可愛いで、日本的な可愛さじゃないんだけど、すごくね元気が出る感じの、ほんといい感じの女の子でした。案内も丁寧だし、なんかこうフレンドリーで、ちょっとね長旅で疲れてたんですが、その疲れが吹っ飛ぶような感じの方でした。で、ね、勢いで入っちゃったけど、こっちがベッドルームです。ここがバスルームで、ちゃんとバスタブと、おーすごい鏡が、でテレビで、こっちが洗面台ですね。鏡が大きくていい感じですね。すごい映えますね。そしてこっちがシャワーブース、荷物届けてくれたから、あ、シャワーボス広い、こんな感じ。 Thank you。 ウェルカムフルーツとウェルカムスイーツ置いてくれています。で、ここ開けると、おお、あー、こんな感じ。これがね、この前残念ながらあの焼かれてしまった赤いテントのカフェですね、風景、あの上のホテルに今います。あー、なんかね空気の匂いが違う、建物もねすごい素敵なの、いいよね。ホテル自体はすごい重厚感があるんですけど、飾ってるものがネオンっぽい装飾だったりとか、スタッフの方も、ここまで連れてきてくれた女の子以外のスタッフとかも結構気さくな感じで、いい意味でギャップがあって素敵なホテルだなと思います。じゃあね、ちょっとあとでシャンパンを持ってきてくれるということだったので、あそこに置いてもらってるスイーツと一緒にいただこうと思います。星のホテルです。正面がリトン、なんか本店から毎朝すごい行列になるやつ、こっちこんな感じ。今ね夕方の7時前ですね、まだでも明るいです。はい、シャンゼリゼ通りです。すごい、なんかね夕焼け、いい感じの時間、ほら凱旋門見えますか、あそこ